ビデオダイアリー May the t h by Hiroshiyash h a m m a s City Japan ビデオ日誌2019年5月25日林宏ですこんにちは今日はと言いますかこの動画そのものはですね今日の勉強会のために制作したものです勉強会が終わりましたら 一般に公開すする予定でいます内容は意外と簡単なんですね、えー。今日のこの動画はですね、ミケランジェロ・バロモリティが書いたとされているエントゥームメントですね。埋葬と訳すんでしょうか。埋葬というタイトルの絵です。埋葬というのはですね、イエスが処刑された後、 えーまあ、埋葬される様子を描いいた絵といううことこになりますつまり今ちょっとご覧いただいていただいている絵がその絵なんですけども要するにイエスが十字架から外されてですねそれを何人かの人たちが埋葬しているというシーンですがこの絵はどこかおかしいんですよねで前提として、まあ、何度も証明してきましたように1500年後のイエスはですね えー、ルネサンスの時代に現れて、まあ、代理人、リプレイスメント英語ではリプレイスメントというんだそ,そうですけどもリプレイスメントを、まあ、そのイエスと人間の間に置いてですね、まあ、人間を指導していたということになるわけですけどもそのリプレイスメントの一人がダヴィンチであり 一人がミケランジュロとということになるわけですですから、まあ、ダ・ヴィンチ、ミケランジェローの描いた絵にはです、ね、絵というよりも絵を超えたメッセージが込められているということです。培林博士ということになります。つまり絵や絵画、まあ、絵画や、ね、彫刻ではなくてその向こうに、つまり神々の思想そのものが織り込んであるということになります。逆に考えますとね、ミケランジェロ、ダ・ヴィンチの残した作品を解読することによって、 イエス自身の、ねまあ、思想を知ることができるということになるわけです。まあ、そういう視点でまずご覧いただきたいと思います。その証明はたびたびしてきましたし、えー、延々と、ね、続いていますので、今回は割愛させていただきました。ともかくも、えー、ミケランジェローが書いたとされる埋葬に話を戻します。埋葬です埋葬しているシーンなんですね。ところがこの絵はおかしいんですよね。今も言いましたように処刑された後のイエスであるならば当然、聖、えー、婚。 まあ、を打たれたれね手や足に釘を打たれた跡があるとか、あるいはね腹を槍で突き刺されたという、そういう跡があってもおかしくはないんですけども、き、まあ、綺麗な体をしているわけです。もちろん成功はありません。が、さらに不思議なことにイエス自身はですね、まあ、どこか穏やかで優しく、満足げな顔でですね、おっとりした顔で表現されています。がこれに反してですねそそのののミケランジロの描いたその絵の そのイエスの,イエスのです、ねまあ、埋葬という絵なんですけども、その両側にはです、ねまあ、何人かの人物が描かれています。で、向かって左側はですね、これ、ヨハネか、あるいはバプティストのヨハネということになるわけですけども、向かって右側の人物なんですよね、非常に冷ややかな目で、そのイエスを見下ろしています。となると、これ、どう解釈したらいいかということなんですよね。 まあ、十字架から外されてイエスがもう死んでいるわけですからそうしますとなんて言いますかあもっと悲しんでいいはず,いいはずですよねうわーってな感じでねところが全然その様子が見られないんですよねそれをまず皆さんに確認していただきたいと思いますなぜかなぜかなぜかそして、まあ、その性根だとかねその刺し傷がないわけです、まあ、それに対してですね一般にはですねあの 一般にはですよ、どの美術書にもそう書いてありますけれども、これはミケランジェロの未完の、未完、いわゆる、まあ、まだ完成してない作品であるということなんですね、まあ、そういうふうにしないとまずいわけですよね、今も言いましたように、成功がないしね、同時にまあ右下の方には確かに、まあ、書き残したようになっていますか、まだ書き足りないような部分もあります、ですから未、ま、完、あの作品ということになっているわけですけれども、ちょっと待ってくださいよということになるわけですよね。 でそこでですね、ダ・ヴィンチの,あの他のね、失踪な礼拝堂の天井側なんか見ますとね、その死人と生きている人っていうのは色分けしているわけですよね。えー、生きている人は、まあ、美しい肌色、白色をしているわけですけども、死んだ人っていうのは、まあ、黒く黒で描いてあったりあるいは。その、 まあ青っぽく描いてああるもありますねしかし、その中間色という人もいるわけです。そういう絵も、あ例えばシステム礼拝堂の壁画なんかには残ってますけども、まあ、ど,どちらかというと、まあ、黒っぽい黒ずんでいるというような人もいるわけですよね。で、そういうまあミケランジェロの常識に照らし合わせて考えてみるとですね、先ほど埋葬と言われているまあ絵の。 中のイエスはででですすねねどこか黒ずんでいるんですよ、ね、中間なんですよ、死んでもいない、生きてもいない、しかし、そのイエスはに,に,に,にっこりと笑ってるというわけなんですけども、穏やかで優しい顔をしているわけです、まあ、これをどう解釈したらいいかですけども、やはりその瞬間においては、まだあのイエスは死んでいないということになるわけですね、少なくとも。となると、ますますおかしいわけですよね、埋葬という以上はもう死んでいなければならないわけですからね。はい 正解符に巻いてという状況、その前の段階ということになるわけですけどもね、まあ、要するに布に巻いて、正解譜は当ててきたものですからね、ごめんなさいね、布に巻いてということになるわけですけどまだそれもしてないと、まあ、そういう段階だということですよね。その後またおかしいおかしいとなってくるわけですけども、その、 まあ絵の構図で思い出したのがダ・ヴィンチ・なる画家が描いたとされるアンギャリの戦いの中心下にはイエスが頭から血を出して、ね、そしてその今にも死にそうな様子が描いてあります。でそのの人物の 左手の甲には聖が描かれていますつまり、そこに描かれているのはイエスだということになるわけですよね。まあ、ちょっと言い忘れましたけれども、あーもう埋葬の絵の中のイエスには、あのちょびひげというか、薄いひげ,がひげがありますね。それからダヴィンチの描いた「アンギ闇の戦い」の絵の下に描かれているのも、やはりひげがありますよね。つまり、処刑されたのはひげのあるイエスということになるわけです。 となると、なる、まあ、どうなるかってこということ今日話をやめましょう、そこまで広げてしまいますとね、ごちゃごちゃしてきますから、でそのアン暗言の戦いの絵のですね、まあ、その向かって今度は左側にですね、実はレプタリアンの像が描かれているわけです。隠し絵の形で描かれているんですよ。でアン暗言の戦いの絵というのはもう何十もの隠し絵が隠されています。 しかし、この500年間、誰も気がつかなかったんですね。一つの例として、今日はですね右上に龍が描かれているということを皆さんにお見せしました。ちょうど反対側のバランスが取れて、反対側に、龍はサーペント族ですからね、その反対側の下にラム族、いわゆるまあレプタリアン族が描かれている、こういう構図になっているわけです。そのレプタリアンが正面を見て、ですねどこかにんまりといいますか、にたりと言いますかね、にやにやと言いますか、笑っているような雰囲気なんですよね。 その中心部下にイエスが頭から血を流して倒れている様子が描かれているということですね。この構図と、あのいわゆる、まあ、絵そのものは違いますけれどもね、その構図とミケランジェロの描いた埋葬の絵の構図と似ているというか同じなんですよね。中心にイエスを置いて、その周りに、まあ、てますか似た似たと笑っている人を置いているということですね。まあ、埋葬の方は女性であり、それから暗原の戦いの方は、まあ、レ,プテレプタリアンだということですね。その動画,動画を、ね、今日紹介しましたので、まあ 音声入りはこの後につなげておきますからね、ご覧になってください。となりますと、どういうふうに考えたらいいかということになるわけです。で、私はそのその前に一つ片付けておかなければならないことはですね、アンギャの戦いの絵の中に描かれている、左側に描かれているレプタリアンは誰かとというこなんですよ誰かということなんですよ。 がその証拠をです、ね、なんとまたダ・ヴィンチが残してくれました東方山博士の礼拝という、まあ、有名な絵がありますけれども、あの絵の向かって右側、奥の方にです、ね、で奥ともかく高いところですけれども、石的には、そこに131という数字が隠し込まれていました、131です、それに使われている書体は、ですね131という書体は、えー、セント・ジュロームの中に隠されている61という書体と数字が一致するわけです、まあ、それは今日いいんですけれども、ともかくも131という数字が書き込まれていて、 わけですで中心にマリアが描かれているわけですね。ここが重要なんですね。131という数字とともに、東方三博士の礼拝の中心にはマリアが描かれているわけです。いいですか、131とマリア、131とマリア、131を十字系まとるような暗号で読み解きそうですね。なんと、イナンナという意味なんですね。 つまり、マリアイコールイナンナイ、ナンナイコールマリアがそこから生まれてくるわけです。まあ、図らずもダヴィンチ自身、すなわち1500年後のイエスがですね、私たち未来の人間に向かって、そのようなメッセージを残してくれたということになります。つまり、マリアイコールイナンナイナンナイコールマリアということになりまして、先ほどの暗言の戦いへと戻っていくわけです。そうしますと、そこに描かれているレプタリアンはですね、まあ、イナンナということになるわけです。つまり、マリアということになるわけですね。 イナンナのまあ顔はですね、シメール残る像と、それからそこに書かれている像と。 もう一つ法隆寺に残っている侍像の像の顔と一致するわけです。まあ、法,隆法隆寺の侍像の像はです、ね、2012年頃私が法隆寺の目録の中から探し出しました、まあ、それ以後有名な絵になりましたけれども、ね、逆に考えますと2012年まではです、ね、ダヴィンチ自身は,は,は1500年の人ですから、ね、その間、500年間誰もそれに気が付かなかったということになるわけです。そそれがががのの絵絵いいわゆるまあそのミケランジョロの絵とつながっていく わわけけでですすよね、まありえないことが起きたわけです逆に考えますと、ダヴィンチは今から500年前にそれを知っていたということになりますけれども、なぜかなんてや暮な質問はしないでくださいね。まあ、ダヴィンチ自身もリプレイスメント、代理人であったわけです。まあいつれ人形よりもリプレイスメントの方がいいですね。今まで私はあいつれ人形というような言い方をしてきましたけれども、代理人であったからです。神の、ね、上の人の代理人であったからということになるわけです。まあ、こうしてつながっていくわけですよね。 さて、さて、さてということになってくるわけですけども、そうしますと、その、まあ、イエスが例えば、まあ、例えですよ、処刑後であったにしよあるいは処刑、私は処刑前のイエスということになるわけですけれども、処刑前のイエスとなると大変なことになるんですよね。そうでしょまだ処刑される前にもぐったりとぐんにゃりとしてるわけですからね、しかも肌の色がですね、中間色、もう半死、まあ、半分死んでるっていう状況なんですよね。その周りにいるのが、実はその立って冷ややかに見ているのが、 まあ構図から考えてマリアとということになるわけですでマグダラのマリアかなというに誤解されやすいですけども誤解する人もいるかもしれませんけどもそのマリアの向かって右下にマグダラのマリアと思われる女性がかがんで描かれてますね埋葬の絵の中にはですから、まあ、その立って冷ややかに見下ろしているのはマグダラのマリアではなくて、まあ、流れからすると聖母マリアということになるわけですなぜ聖母マリアがそんな冷ややかな視線でイエスを見下ろしているか しかし、まあ、その絵を素直に見ると、ですね、成功もない、切り傷もない、えー、イエスが苦しんだ様子もない、血が出ている様子もないということになりますと、それは処刑前の、処刑後のじゃなくて、処刑前のイエス自身ということになるわけです。そうしますと、またおかしなことが起きるんですよね。処刑前にもすでにイエスはぐんにゃりとしていたということになるわけです。しかし、ここで一つの大きな謎が解けますよね。というのは、イエスは神の子でしょ神の子がそんな簡単に死ぬわけがないんですよね。はい まあ、そういうことなんですよね。じゃあ、なぜそのイエスが処刑になってしまったかと言いますと。とまあ、ひょっとしたらですね。もう死ぬ前からぐんにゃりとしていたということである。ならば、ま貼、あ、り付けにされて殺されてしまったということも考えられるわけです。まあ、要するにそんな風になるということはですね。まあ、神々は予想していなかったんじゃないかと思います。まあ、ともかくも、そのミケランジェロのマ埋葬の中に描かれている。そのイエスは,はいわゆる。まあ半分死んだ人のいろ色使いで描かれていて、そして。 傷がなくて、そしてその周りに何人かの4人ですね、合計ね、4人の人がいるわけだけれども、向かって左は誰にであるかにしろ、分かりませんけども、一応ヨハネということにしておきましたけども、右はで流れからしてね、右の方はこれはマリアだと、じゃマリアがなぜ助けないのか。 どうしたの大丈夫って感じで、普通ならおあーてすますよね、しかし、2枚、まあ、には、まあ、笑ってるわけじゃないですね、全然無表情で見下ろしていると、しかもそのマリアの顔というのは、ですねマリアというのは、その女性の顔はですね、影、まあ、といえば影なんですけども、つ、まあ、り上がった目なんですよね。 まあ、釣り上がった目にように見えるわけですけどもね、目は目で普通にあるんですけども、そのメイクアップの、メイクアップのね、仕方で、その釣り上がった目に,目に見えるわけです。それも今日のね、動画の中で紹介しておきましたから、ご覧になってください、まあ。釣り上がった目イコール、レプタリアンの目と一致するわけです。まあ、そのような形でですね、まあ、ミケランジェロは、埋葬という絵の中で、まあ、イエス自身は死ぬ前からこんな状態だったんだよ、そしてそれをね、マリアがひんやりと見てるんだよ、冷めた目で見てるんだよということを、まあ、表現したということになるわけです。 まあなぜそんな冷酷な縁がかけたかと言いますともうすでにもうその段階では特に1500年のあのゴンのブレインスタンスの時代にはいわゆるマリアと イエス、まあ、イエスじゃなくて誰もイエスなんて言ってないんですけども、まあ、イエスの代理人であったマルドックがですね、まあ、代理人とかあの関係はもう決定的に、まあ、破滅していたということですねまさに殺し合うような状況であったというわけですそういう中であミケランジョロの埋葬が生まれたということになるわけですねですからミケランジョロはその埋葬という絵を通して、ね、何を言いたかったかと言いますと、まあ、メッセージということになるわけですけどもね絵じゃありませんよミケランジョロ・ダィンチの残した作品というのはメッセージですから世界 共通語という絵、共通語である絵という、まあ、あ方法で、ねまあ、表現されたメッセージということになるわけですけども、そのメッセージによれば、まあ、その通り素直に読めばですよ、読めばですよ、えー、イエスは処刑の時に殺されたと、その前に、すでに処刑される前にイエスは半死の状態であったと、でそれを、まあ、その陰にはあ実はマリアがいたということを まあ表現した絵とということになります、まあ、もちろんね、マリアが手を下したかどうかということは、それはまだ今の段階では言えませんけれども、しかし、何らかの形でマリアがその、なんて言いますかね、証拠と言いますか、何か,の何かを知っていたとしても、おかしくない立場だったということをです、ね、まあ、要するに、ミケランジェロは埋葬という絵を通して、まあ、私たち人間に、まあ、未来の人間にですね、メッセージを残したということになります。まあ、そういういい視点で、ね、今日の動画をご覧いただきますと、まあ 面白いんじゃないかと思いますけど面白いという形としてですね興味深いんじゃないかと思いますが結論から言うとですねまさに恐ろしいことが起きていたということになるわけです考えてみればその通りなんですねまあ、イエスは復活した復活したなどと言ってますけどもイエスはですねその後まあグノーシスのあのまあ 定によればイエスは人間を指導したと言いますけれども、それをイエスがですね、処刑されたイエスとは違うイエスだということは、これはもうひげのあるなしでわかるわけです。ひげのない方うが簡易ですよね。それがまあ残って、そしてまあ現代に来ているということです。となると、ですね、イエス自身はもうその処刑されたときにもう消えているわけですね。 じゃその後2000年は何だったのかと言いますと、まあ、私たち、ひょっとしたらですよ、私たちは虚構のまあ宗教というものを作り上げて、虚構のまあ神の世界を信じていたに過ぎないということになるわけです。じゃあ、誰が今イエスやってる、イエスの立場にいるかと言いますと、まあ、IHS という、ね、ローマ法王の包にのあちこちに、あちこちというものなんですけどね、あの帽子ですよね、あの帽子に IHS と書いてあるわけですけれどもその、ごめんなさい、帽子はね、紋章です、失礼しました。 正式の文章には IHS と書いてあるんだけどもその IHS は何かと言いますと、I はイスタールの H ですね、まあイナンだです。それから H はヘイレル、エンキですよね、エアですね、えー、またの名をプロメテウス、またの名をルシファーと言いますけども、要するに H はヘイレルということになるわけです。じゃあ S はシャマーしていうことになるわけです。まあ、こうしてつなぎ合わせていきますとですね、えー、キリスト はシャマーしてあったという説が、まあ成り立ってくるわけですけどもね。まあ他にもう一つ証拠が大きな証拠としては。現在ローマ。 ローマンカトリックで使っている紋章の中、まあ、あちこちにありますけどね、紋章はイナンナ・シスタールの八方向に述べる紋章と、それからシャーマーシュの太陽の紋章を合体させた紋章だったということも私が証明しました。つまり、まあ、そういうふうに四方八方からですね、IHS というのはイスタール、ヘイデル、シャーマーシュということになってくるわけです。で、初め当初はイスタールとシャーマーシュがそういう形でヘイデル、プロンペテオスの指導で、まあ、延期の指導で、の指導で、 キリスト教を立ち上げたんだけども、どういうわけかシャーマッシュが張り付けになって殺害されてしまうわけです。神が殺されるということ自体がおかしな話ですけどもね、まあ、あのギリシャ神話によれば首を取るか心臓を抜かれると、まあ、神でも死ぬというふうにまあ言われてますので、まあ、それに同じような方法で殺されたということになるわけです。じゃあその後じゃあ出てきる出てきてるわけ とということになっているイエスはどうなるかということになりますけれども、まあ、クノーシスの協定によれば、ね、それから1年近く人間を指導したということが、1年、もしごめんなさい、今の数字はちょっとあの曖昧ですけれども、それ,それ近くです、指導したという記録がありますけれども、要するに、まあ、イエスは消えてしまうんですよね。 じゃあ今あ、そのイエスと言われている人は何かってことになりますけれども、それは人間側が勝手にイエスだと思い込んで、イエスだ、イエスだと言っているだけなんですよね。イエス自身は自,分自己紹介的に自分の名前を語るなんてことはありませんし、したこともないわけですよね。まあ、要するにそういうことで、今日の動画は流れていきます。まあまあ、もはっっばひ、ねまあ、ひょょととししたらひょっとして ですよイエスの処刑、まあ、シャマー氏ですけれども、シャマー氏の処刑の背後にはマリアがいたということになるのではないでしょうか、あるいは、あるいはということになりますけれども、まあ、ルネサンスに残っている絵画ですね、シノレットの絵画なんかを紐解いていきますと、それもな,ないかったとは言えないということになります。まあ、大変考えるだけでも恐ろしい、えーまあ、内容の動画ということになりますが、まあ、そういう視点で、一度皆さんもご覧になってください。 まあ結論的に言えばね、まあ、イエスの処刑の背後にはマリアが絡んでいた、2番目、えー、その処刑されたイエ,スのイエスが処刑された後はですね、つまりはキリスト教とは言っているけれども、キリストは全く不在であったということです。まあ、この2点が今日の動画の結論ですけれども、後半部、えー この2000年間ね、イエスはまあ存在すらしていなかったという部分については、もう少し後にね、動画できっちりと証明してみたいと思います。では、これで失礼します。この後につなげてね、今日作りました動画を皆さんにご覧いただけるようにしておきましたので、どうかご覧になってください。では、今日はこれで失礼します。バイ Wikipedia writes that the crucifixion of Jesus occurred in the first century of Judea, most likely between 30 and 33 AD. Jesus' crucifixion is described in the four canonical Gospels. Referred to in the New Testament epistles, attested to by other ancient sources and is established as a historical event confirmed by non-Christian sources, although there is no consensus among historians on the exact details but why and by whom was Jesus crucified his サン・ Son of God, then why and by whom イエスの貼り付けによる処刑は紀元後30年から33年の間ユダヤ歴1世紀に実際あったと言われています詳細については諸説がありますが4つの教会福音書にそのように記録され キリスト教以外の世界でもその事件は確認されていますが誰がなぜイエスを処刑したのでしょうかなぜ神の子であるイエスが処刑されてしまったのでしょうかその事件の向こうは歴史の深い闇の中に包み込まれています広島市、ハメメマ・シティ・ジャパン ミケランジョロ・ブワノルティが描いた埋葬という台のついた絵ですがこの絵はどう考えてもおかしいですね埋葬ですつまり処刑されたイエスが埋葬されるシーンを描いたものだというのです中央に描かれているのがイエスということになりますがこのイエスにはあるべき 性がかれていませんまた体も大変きれいで刺し傷のようなものはありませんなぜでしょうかでこれについてこれはミケランジョロの未完の作品であるまだ完成していない作品であるというような言い方で説明されていますが本当にそうでしょうかもう一度この絵をしっかりと見ていただきたいと思いますこの絵で 最初に気になるのがこの女性ですけども指で中央の人物を指しています。この手法はダヴィンチが眼窟の聖母でも用いられているものです。右の天使の指先に注意してください。つまりこのような形でこの先にいるのはイエスですよということを示しているということになります。つまり中央に描かれているのはイエス自身ということになります。ここをまず 皆さんしっかりと確認しておいてくださいとなるとこれは本当に処刑後のイエスなのかということになりますが私林博士は処刑前のイエスと判断していますまたイエスの表情は大変優しくつまり静かな表情をしていますそしてこのイエスにもひげが表現されています短い言うなれば ちょびひげのようなが表現されています。ダ・ヴィンチ、ミケランジェロは処刑されたイエスについてはひげをつけて表現していますそれは今日のポイントではありませんともかくもこの中央に描かれているのがイエスということになりますが本当に処刑後のイエスなのかという問題ですが何よりも気になるのは 処刑後のイエスであるならばそのイエスを囲む二人の人物の表情がおかしいということですえ、二人の人物の表情をしっかりとご覧になってください当然悲しむあるいは落胆する絶望するそういった雰囲気の場面であるにもかかわらず二人の人物は大変冷めた顔をしています しっかりとここを確認してください。大変冷めた顔をしていますえ繰り返しますがイエスの顔は大変穏やかで眠っているかのように見えますがその両側の人物は大変冷めた顔をしているということです。 でその前に一つ外堀を埋めておきますこれもミケランジェロなる画家が描いたとされる失勢な礼拝堂の壁画ですでこの壁画で一つ注意していただきたいことはです、ね、ミケランジェロは生きている人と死んでいる人をです、ね、肌の色を変化させて表現しているという点です上はまだ生きている人ですね下の人は半死半分死んでいる 人ということになりますそして死んだ人はこのような色で表現されていますまあ、色によって生きている死んでいるを表現したということになりますこれはシッセイナレイハの天井が一般にも同じ手法で使われていますからまた皆さん注意してご覧になってくださいで、埋葬と題されたミケランジェロの絵に戻りますこの中央のイエスの肌の色に注意してください 健康な白い色ではありませんやや黒ずんでいますえつまりこのような形でミケランジェロはイエスは半死半分死んでいる状態であることを示していると私林博史は判断しましたでこのイエスは本当に処刑後のイエスなのかという疑問に戻りますところがですね 同じ構図の絵をあのダ・ヴィンチなる画家が書き残していましたこれはルーベンスが模写したと言われている「あんやりの戦い」の絵ですでその「あんやりの戦い」の左下にですね奇妙な人物が描かれていますでまずこの絵を簡単に説明しますとこの絵は中央で2つの勢力に分かれていますそして向かって右側に 龍、つまりサーペント族の象徴です。隠し絵、騙し絵の手法です。注意深くご覧ください。なお、この絵の中には何十という隠し絵が描き込まれています。が、それも今日のポイントではありません。ともかくも、この絵はそういう絵だということですね。その流れの中に、左下の人物に注意してください。一見すると 兵士のように見えますがこの絵の中には別の顔が表現されていました左上を宙深くご覧ください緑色で表現してみましたそうですラム族レプタリアン族の人物が描かれていますその下は日本の法隆寺に所蔵されています侍像と呼ばれている像です顔が一致しますつまりここに描かれているのは レプタリアンの人物であるということになりますとなるとなぜこんなところにダヴィンチはですねレプタリアンの人間を描いたかということになります今ご覧いただいているのがその写真ということになりますが私林博が2012年前後に発見したものですダヴィンチが知る由もなかった写真ということにあるいは像ということになりますそしてもう一つこの中央の 人物を見てくださいこれも騙し絵ですこの人物は頭から血を流していますが血であると同時に降臨ハローを表していますその証拠にこの人物の、えー、左手の甲には聖魂が表現されていますつまり処刑されたイエスということになります顎の下にはちょびひげのようなものが表現されています 注意深くくご覧くださいつまりここに表現されているのは処刑されたイエスということになりますそのイエスを左の人物が冷ややかにどこかニヤニヤと笑いながら見つめているということになりますこの構図は先ほ,どから先ほどから紹介していますミケランジョロの埋葬の絵の構図と一致していますイエスとそして それを見つめるレプタリアン族とということになります手の甲に表現されている性「精婚丸印で示しましたが精婚に注意してくださいでそのレプタリアンあるいはラム族の人間と思われる人物は誰かということですけども その顔とですね、シュメールに残るイナンナ像と比較してみます。左に今ご覧いただいているのが古代シュメールのイナンナ像です。イナンナです。そのイナンナと中央に緑で色付けしたまあ人物の顔と比較してみてください。同じとということが、 皆さんにも分かっていただけると思います。つまりここに表現されているのはイナンナということになるのではないでしょうか。で、その絵の構図と繰り返しになりますけれども、ミケランジェロが描いた埋葬の絵の構図を比較してみてください。中央にイエスが描かれ、それを冷ややかに見ているイナンナ。そして ミケランジョロの絵の方では女性ということになりますイエスが処刑された後の様子を描いたものであるとするならば誠にもって不似合いな表情ということになりますもっともここだけでしたらその左のラム族の人間がイナンナであるとは限らないということになりますがあのダヴィンチが こんな絵も描き残しています東方三博士の礼拝と題された絵ですけれどもその絵の右上に隠し数字が仕込まれていました、えー、上下反転しますとそこに131という数字が浮かび上がってきますこの数字の書体は先頭、えー、ジェロームの絵の中に書かれている61という数字と一致します とももかく131という数字がが浮かび上がってきますというのはユダヤのゲマトリアによればイナンナイナンナを意味しますつまりここに描かれている中央の人物はマリアイコールイナンナイナンナイコールマリアということになりますそれをダヴィンチが、えー、東宝三博士の礼拝の絵の中で示しましたこうして謎の「 点点とがが線でつながっていきますもう一度この場面を確認してくださいここが今日のポイントということになりますつまり右の埋葬と題された絵はですね実は埋葬ではなくてこれから処刑されるイエスを描いたものだということになります1500年後のイエスはダヴィンチ、ミケランジェロなる画家たちを使って 自分の思想を私たち未来の人間に残したということになりますそして右の人物の目に注意してください光のってますか影の付け方によるものだと思いますけども目がつり上がっているのがわかります異様につり上がった目としても表現されているということになりますその左のレプタリアンの目つきと視線と比較してみてください まあこれもある種の騙し絵、隠し絵ということになるのかもしれません。で、結論ということになりますが、イエスを挟んで、向かって右側にいるのがマリアということになります。そして左にいるのが、流れからすると、バプティストのヨハネということになります。そしてマリアの右横には、マグダラのマリアも表現されています。 つまり考えるだに恐ろしいことですけれどもイエスの処刑にはマリアそしてバプティストのヨハネが関与していたということになるのではないでしょうかしかもそのイエスは処刑前にはすでにこのように半死の状態であったということになります で最後にもう一つ謎が残りますなぜマリアはです、ね、イエスとこのような関係になったかあるいはそういう関係であったかということですけどもその謎を解く鍵がこの絵の中にありましたもう一つこの絵を注意深くご覧くださいこの絵を注意深くご覧ください中央にいるのがイエスです そして右にいるのがイナンナなおちマリアということになりますイエスは処刑前には既にこのような状態であったということになりますそれを1500年後のイエスはミケランジョロなる画家を通して表現したということになりますがその謎を解くヒントはこの山にありましたこの山を注意深くご覧ください 先の尖った奇妙な山です。この山はミトラがかぶるフリーゲア帽と酷似していますえつまりこのような形でミケランジェローはここに描かれているのはミトラ帽をかぶるイエス・キリストであると表現したということになりますミトラまたの名をカトリック側は悪魔教と位置づけていますが悪魔の帽子ということになりますそれを、 マリアはは許せななかか。ったのではないでいしょうかということで最後にもう一度マリアの目を見てください。イエスを見下ろす大変冷たい目として表現されています。これでこの絵の謎が解けました。